日もサポーターからも、はい、熱い声援が飛んでますね。さあ90分で2点差以上をつけて勝たなければいけないという昨日のバンディオンセ神戸とのゲームです。これ PK という思いもやっぱり選手はあるわけですよね。でも前半から積極的にニューウェーブ攻めていきました。さあそして前半20分です。これのところドグラスが頭で押し込みました。このサポーターの喜びを見て皆さんも思わず笑顔が選手の皆さんも出てらっしゃいますが、ただこの1点を上げただけではいけなかったわけですよね。さあそして前半35分です。この見事なミドルシュート、さあ森本さん、はい、狙ってたんですか。いやもう何も考えんで思いっきりいけただけです。キーパーが前に出てるのが見えたりとか。見えてないです。何も見えてないです。野生の感じきっと打たれたんで、はい、さあそしてここは藤吉さんの見せ場です。ドリブルで切り込んでいきましたが、加入して1年目こうしたサポーターからの声援もありましたが、やっぱね励みになりますよね。ですよね。じゃあそして後半攻められる場面もありましたけれども、守備陣がよく守りました。そして試合終了、見事2対0でニューウェーブが勝ちまして、この地域リーグ決勝大会の2位を決めました。いやー、監督、この勝った瞬間いかがでしたか。サポーターにありがとうと大きな声で叫んでらしたんですけど、どういう思いで叫ばれたんですか。そうですね、その前の試合だったんですよ、はい、負けた試合に対してサポーターにすごく自分があの時感じたものを伝えたかったんですよ。だからその感謝の言葉を非常に彼らに自分の口からやっぱり伝えたかったんですよね。でそれで、挨拶に行ったんですよ。そこを後ろから藤吉さんが抱え込んで、挨拶、いい挨拶しようと思った瞬間に言わせないまんま俺が抱えちゃったみたいな感じで終わっちゃったんですよね。まあでもすいません、でもサポーターにも申し訳ないけど、胴上げのその監督の胴上げの重さというかですね、いかがですか。僕何回もしてるんですけど、やっぱりいいですね。やっぱ試合前にね、クワが監督をね、ジョージさん男にしようみたいなことを言ってね、みんなが一体になったんですよね。だから本当最後に胴上げできてよかったですよ。さあ桑原さん、キャプテンとして1年間チームを引っ張ってこられたわけですけど、この昇格いかがでした。いや、まあ、やっぱり結果が出たというのは本当に素直に嬉しいですし、まあ苦しい試合が多かった分喜びも本当に大きかったなと思います、はい、さあこれから次は JFL ということで、またここで厳しい戦いがあると思うんですが、今回サポーターが60人以上ですね、埼玉まで行きましたけれども、ニューウェーブのサポーター、北九州のサッカーももっと盛り上がると思うんですが、藤吉さん、来シーズンに向けてどうでしょう。そうですね、やっぱりレベルが上のリーグなんでね、ちゃんと準備して、まだ契約してないんでちょっとわからないですけど、やっぱりもう残ってね、やりたいと思ってるんでね、やっぱそれに勝つためにジョイさんの元でね、またやりたいと思うし、まずやっと僕がスタジオに呼んでもらえたんでね、念願の NHK のスタジオということで、いつもの外で のロケが多かったんで、はい、また呼んでもらえるように頑張ります、はい、さあそれでは監督、北九州のサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、この1年間リーグ優勝もそうだったんですけど、昇格も一緒でね、やっぱりずっと応援してもらって、あまり良くない時も応援してもらって、まあ、特にそういう時っていうのはもう、非常に力になりますので、またこの一緒に喜んで、また来年もね、一緒になって、戦えたらなと思いますので、まあ、ぜひ選手たちに、力を貸してほしいなと思いますね、はい、ということで今日は JFL 来シーズンの昇格を確実にしましたニューウェーブ北九州の与那城監督はじめ選手の皆さんにお越しいただきました。皆さん改めておめでとうございました。ありがとうございました。